然ですが皆さん、モンスターの技の正式名称ってご存知ですか？例えば、リオレウスの三連炎ブレス、だったり、リオレアのサマーソルト尻尾攻撃、など、各技にそれぞれ正式な名前があるのですが、正直、攻略本でも持ってないとまず知る機会がないんですよね。知っていたとしても長いため、仲間にこの技が来る、と伝えようとしても、言い終わる頃には手遅れ、なんて状況になりかねません。そこで生み出されたのが、特徴をわかりやすくまとめた俗称というやつです。今回は、数ある俗称の中でもかなり有名なものを紹介していこうと思います。これらのセンスあふれる単語を覚え、狩り中に叫ぶことができるようになったあなたは、他人を助けるために知識を得る、男気あふれるハンターと言っても過言ではないです。覚えておいて損はないと思いますよ。というわけで、早速1個目に行きましょうか。一つ目は、惹かれた犠牲者の悲鳴が生み出した文明開化、アスカ文化アタックの紹介です。主にラージェンのローリングアタックに使われる俗称ですね。この攻撃、あの気候ブレスより威力が高いだけでなく、マルチだと効果地点の見極めが難しいという特徴を持っています。アスカ文化アタックを避けようとしたら、アスカ文化アタックが当たってた。なんていう状況が冗談抜きで起こるぐらい危険な技であり、ただでさえヘイトが散りやすいマルチで、多くの犠牲者を出したのは言わずもがな。また、激高した個体はこれを3回連続で行い、マルチ環境での被弾事故率を大幅に増加させるという悪魔の所要。まさに、ハンターを BC に叩き込むためだけに生まれたような技ですね。ただ、3連の後は確定威嚇だったり、ローリング中は無敵でも何でもなかったり、そこまで理不尽な技ではないんですよね。なので、この技の俗称はどちらかというと見た目のインパクトな気がします。空中で回転して落下する技なんて、かっこよくて好きになっちゃいますもん。名前の元ネタは、多分某漫画の聖徳太子なんですけど、これがものすごい似てるんですよね。どちらかが伝授したんじゃないかってくらい、本家は家を壊すほどの威力だし、聖徳太子に伝授してもらったのかな。今度自分も教えてほしいですね。空中でどうやって方向転換してるのかを。二つ目は、初見プレイの先例として一躍有名になったあの技、キャンピング土下座、です。主にブラキディオスの飛びかかり攻撃に使われる俗称ですね。この技、飛びかかり攻撃の後に粘菌で追撃をするのですが、これがまあ避けづらい上に、恐ろしい威力を持っていまして、初登場した 3G で、数えきれないほどの犠牲者を出しました。なんだ、人王画みたいな飛びかかりかよ、そんなん簡単に避けれるぜ。ほらな、避けれただろ。って言いながら2撃目の爆発で一落ちし、嘘でしょ、となるまでが、ブラキ初見のテンプレだという説もあるほどです。また、他の重粒子と違いかなり遠くまで跳躍してくるので、ガンナーでも気は抜けません、というか遠距離武器の方がむしろ危険です。ガンナーの射程範囲ぐらい、それがどうしたの？みたいな顔で飛んできますからねあいつ。しかも軸合わせが異常なくらい正確っていうね。しかも新作が出るたびに軸合わせの精度が上がっていくっていうね。あれかな？ガンナーに親でも水爆されたのかな？こういう技を多用するあたり、ブラキさんの性格の悪さが滲み出てますね。まあ生存競争に勝つにはそれも仕方ないのだとは分かっていますが、言わせてください。そういうオスは絶対モテない。続いては、現代科学が生み出した3落ち製造機、暗黒盆踊りの解説です。イビル城が使う、予備動作で足踏みして、ブレスで波払ってくるあれの俗称です。盆踊りと聞くと、なんとなくのほほんとした感じがして、可愛くてあんま痛くない技なのかな、なんて考えちゃいますよね。まあ実際は殺戮性能にガン振りしたとんでもねえ技なんですけど。というのもこの技、ありえないくらい避けづらいんですよね。この技の流れをローに表すと、予備動作で足踏み、軸合わせしながら頭を下げる、頭を振り上げながらブレス発射。っていう三段構えになっているのですが、これ、実際にやられるとどこで何してんのかさっぱりわからないんですよね。さらに、頭を下げてからブレスを吐くまでが一瞬の出来事なので、あ、狙われてる、って気づいた時にはハンターは地面を転がっています。軸合わせの精度も非常に高い上、狙ったハンターをしつこく追いかける性質を持ち、しかもやたら威力が高くて、竜属性やられのおまけまでついてくる、こんな死のフルコースみたいな技、どこで覚えてきたんですかね？盆踊りみたいな見た目に反し、ハンターの未来を暗黒に染め上げるこの技の危険度は、ゴムもパラシュートもないスカイダイビングと同程度、だと言われているとかいないとか、一応後ろに判定のない技なので、マルチだと回れば隙だらけですよ。ソロだと足踏み時に嫌な交代の仕方をされるので、素直に回避しましょう。というか、あれだけ細い足で盆踊りしてるのなら、何回かに1回は失敗してくれたら嬉しいですよね。失敗したら胴体だけ飛んでって、一瞬でクエストクリアとか。そんなグロいモンハン嫌だな。四つ目は、ケルビステップ、です。こちらもジャンピング土下座と並んで有名な技ですよね。ラージェンやラージェンの蛇行突進によく使われる俗称であり、かなり避けにくい技としても有名です。ちなみに、ケルビが使うときは俗称ではなく正式名称です。センター試験で間違えないように注意しましょう。とまあここまで有名言っておいてあれですが、この技は威力が大したことない場合が多く、避けにくい以外に特筆する点も見当たらないので、解説はこれで終わりです。終わりったら終わりです。5つ目は、多段攻撃が悪意を持つとこうなる、で有名な、デスロールの登場です。オウムディアブロスが超暴走状態限定で見せるこの技、巻き込まれて包み焼きハンバーグになり、ギルドに提供されたハンターが続出、ダブクロ発売後数日間、毎晩ひき肉が出荷される事態となりました。皆さんにも、技を見て距離を取ったら、なぜかベースキャンプに叩き込まれた、そんな悲しいエピソードの一つや二つありませんか？それもそのはず、この技には多くの初見殺し要素が含まれているのです。まずヤバいのは、食らったらほぼ即死なこと。
超特殊前提の話ですが、威力がとんでもなく高いため、防御線だろうが1100だろうが余裕でオーバーキルされます。尻尾にかすっても即死なため、あとは避けられるかどうかにかかっているわけですが、ここでヤバい部分の2個目が出てきます。それが、当たり判定が3回あること。3回もあるとですね、1回目の判定をジャンプ回避でかわしても、無敵が切れて3回目の判定に引っかかるんです。いじめかな？武士道回避ですら無敵が持たずに即死します。いじめなんじゃないか？でこれが即死する威力、と。いじめですね。じゃ範囲外に逃げればいいじゃん。そう考えたハンターたちは、必死に距離を取ろうと脱出します。ですが、これも馬の思うツボでした。やばいとこ三つ目の、超広範囲攻撃という仕様が、距離を取ったハンターを嘲笑うかのように吹き飛ばしていきます。特にひどいのが、3回ある当たり判定のうち、1回、2回は距離さえ取っていれば当たらないという点です。これのせいで、よし当たらないと思って安心してしまい、その後の尻尾であえなく撃沈、という流れができてしまうのです。このあまりの範囲の広さに、一部のハンターからは、鬼に金棒とコルムダオラ、神が暇つぶしに考えた当たり判定、などとの声が上がっています。一応暗黒盆踊りと同じく、後方に判定が薄い技ですが、周囲に尻尾をぶん回すため、後ろなら安全というわけではないです。もうデスロールって名前が正式名称でもあり得るくらい、しっかりデスロールしていて、笑うしかないですよね。大馬戦闘時はこの技が抜刀中に来ないことを祈りましょう。モンハン界の続昇浸透率ナンバーワン、技の最大ヒット数も、ダブルクロスまでナンバーワン、驚きの吸引力で、奥様からの人気もナンバーワン、モンハン史上最速で3冠を達成した伝説の技、ダイソンの登場です。皆さんはもうやってくらいご存知かと思われますが、簡潔に技の説明だけさせていただきますね。まず最初に、弱めの吸引力がハンターを襲います。この時はまだ笑みをこぼせるくらいの余裕はありますね。続いて、かなり強めの吸引力がハンターを引きずり込みます。これが厄介で、なんと全力ダッシュでも逃げられません。ハンターなど、大玉転がしと同じスピードで中心に引き込まれてしまいます。そして間髪入れずに雨妻が土が大回転、天にも届くほどの大竜巻を発生させるというものです。この技、まずおかしいのは威力が200あるということ。数字で言ってもどれほどのものかわかりづらいですが、山津神の繰り出す、サイクロン、竜巻、トルネードも同じ威力だと考えると、いかに200という数値がぶっ飛んでいるかがわかりますね。そして、さらにヤバいのはこの竜巻のヒット数。ヒット数とは、言い換えれば当たり判定が何回存在するか、ということですが、ここでマリサたちに問題です。9、アマツマが土のダイソン、ハンターへの最大ヒット数はいくつでしょうか？ A、1回、B、2回、C、4回。正解は、D の5回でした。残念です。そう、なんと5回も判定が存在するんですよ。最初の竜巻の起こり始めで1回、その後、残った竜巻で4回ヒットします。ハンターは1発目の竜巻で基本いっちゃいますが、1発目を耐えたとしても、高確率で中心に弾き飛ばされるので、その後の4回の判定からは逃げられず、確実にオーバーキルされます。回避のタイミングといい、複雑な当たり判定といい、初見で見切れる技じゃないだろ、いい加減にしろ。それにしても、こんだけ初見殺しに全振りした技も珍しいですよね。全ヒットしたら威力600くらいありますし、初見で生き残れるとしたら、熟練のハンターか防御2000の強者、もしくはキリト君くらいなものでしょう。いや、防御2000でもワンチャン耐えれないので、やっぱキリト君だけですかね。お次は、判定の暴力、オールレンジアタック、次元の超越。など、様々な類義を生み出した最強の技、亜空間タックルの解説です。名前の由来は、ガノトトスのタックルから来ています。セカンド G までの魚竜種はタックルの判定が広い上に分かりづらく、亜空間にも判定が存在するんじゃないか、というくらい未知の領域を侵食していました。分かりやすい例としては、タックルの逆側に立っていても被弾、尻尾の先端近くにいても被弾、ガードしていても謎判定で被弾、などがあり、また威力もクソほど高いため、剣士はこの技が来る前提で動く必要がありました。また、壁際で繰り出された場合がさらに極悪で、距離的に2回目が来る可能性が高くなる上、壁のせいで安全地帯が全く見当たらないという状況に陥ります。気絶値もアホほど高く、尻尾の後にタックルを受けた日には、高確率でお花畑コースか頭で大パンコースに突入してしまいます。ただでさえ最悪のケースに持っていかれやすい技が、亜空間にまで判定を持って襲ってくるという恐ろしさ。一番売れたセカンド G までこの判定が続いたため、全国各地で何万人という犠牲者が出たのが容易に想像できます。この技に関しては、今まで紹介した他のものと少し違い、初見殺し性能を備えつつ、熟練者でも避けられないという、仕様というにはあまりにも酷な判定を持っていたため、他方面のハンターからいじられる技となってしまいました。作品を減るごとに判定も厳しくなり、このような問題は解決されましたが、亜空間タックルという技のインパクトは今も色あせることはなく、先輩ハンターから新米ハンターへと、伝説として語り継がれています。この続称の由来、多分ですけど判定が面白すぎたんでしょうね。あまりにも広すぎる判定に、今の当たってないだろ、とか、どうやって当たったんだよ、みたいに口では言いつつ、顔は笑っちゃう、みたいな経験、誰でもあると思います。モンハンは強い技ほどいじられる傾向にあるため、この技も嫌われていたというより、亜空間スギップみたいな感じだったのではないでしょうか。シンプルに嫌われていたという可能性ですか？いやない、と思いますよ。多分おそらく多分十中八九。
さて、ここからは解説するほどでもない微妙な技を紹介していこうと思います。まず一つ目、急接近ベロベロ攻撃。これはプケプケの攻撃の一つなんですけど、なんと、この技名、俗称じゃないんですよ。急接近ベロベロ攻撃が俗称ではなく正式名称だなんて、誰が想像できたでしょうか。この知識は一生使うことはないですが、覚えておいても損はないと思いますよ。ちなみに、私ならこの技にはこう名付けますね。屈強な男に襲いかかりした先連続。はい、二個目はこの技、尻尾ビターンです。ビターンだけで呼ばれることもありますね。ナルガヤ人オーガの尻尾叩きつけに使われる俗称ですが、他の俗称と違って、なぜか語彙力が消え失せてるんですよね。叩きつけと言わずに、あえて小学生並みの言葉で言われると、ちょっとふふってなっちゃうのが人間ですよね。ただ、言葉のイメージとは違い、全く可愛らしい技ではないので、ナルガヤワンちゃんと戦うときはビターンでバターンしないように気をつけましょう。最後はうんこ爆撃機についてです。まあこれに関しては技の俗称ってわけじゃないのですが、シンプルに好きな命名なので色々言っていきたいと思います。アイスボーンには、バゼルギウスという飛竜種が存在しているのですが、この飛竜がまあ、かなりやべえやつだとハンターのまで噂になっていまして。というのもこの飛竜、爆発する鱗を撒き散らすんですよね。それも結構な頻度で、それも結構な量、しかも空飛びながら、しかも痛い、しかも状況次第では即爆発する。もうこの時点で飛行うんこ機と呼ばれてもおかしくはありませんね。ただ、彼がうんこ爆撃機として定着した理由はそれだけではなく、好奇心旺盛で、戦闘運のするエリアに即乱入するという生態に加えて、環境の変化問わず、どこにでも行ける、ほどの適応能力を兼ね備えていたからだと思います。うんちくだけだとわかりづらいので、この3つをまとめましょう。まず、バゼルギウスがどのエリアでも、高確率でハンターとモンスターの間に乱入してきます。続いて、乱入後に前述した爆発物を撒き散らし、広範囲に高威力の爆弾を置かれてしまい、迂闊に動けない、という構図を、いともたやすく作り出します。上位区へに高確率で乱入してきて、戦闘音を聞いたらすぐさま飛来してくる。その上メインターゲットを攻撃したい状況で上からうんこを撒き散らされれば、誰だってうんこみたいなうんこ爆撃機と呼びたくなります。今でもバゼルギウスで検索したら、ウィキより先にうんこ、が出てきますからね。ライズ登場後も、うんこ爆撃機としての仕事に手は抜いていないみたいです。ちなみに、ライズでは戦闘運に反応して乱入はしてこないですし、うんこが即爆発する仕様もなくなりました。これにより、バゼルギウスの好感度はうなぎ登り。になるわけもなくブルファンゴやジャギースライル人気ランキングでは、今もランク外をさまよい続けています。過去に犯した罪が大きすぎたんでしょうね。見た目も相まって本当に好かれづらいモンスターです。バゼルギウス、お前それでいいんか?母ちゃん泣くぞ。はい、というわけで今回は俗称の解説でした。初見やマルチプレイ時においては強すぎる技を持ったモンスターと戦うのもモンハンの醍醐味の一つですよね。今回紹介した技は初見殺しで有名だったのも確かですが、ただ強くて嫌だったという理由だけで俗称がつくことはないと思うので、そのどこかには必ずそのモンスターへの愛があるのではないかと私は考えています。なので俗称がついたバゼルギウスさんが人気投票1位になることも決してありえなくはないですよね。よし、では最後にこの動画を見てくださった方にお願いです。バゼルギウスさん組織用で1位。